今回の栄冠ナイン実況は2005年の入学式をプレイしていくよ。2005年にはですね、1989年生まれのプロ野球選手たちが、転生プロとして現れるかもしれません。もしかしたら菅野智之だったりね、丸だったり、中田翔だったり、広島の菊池だったり、それ以外にもいっぱいいるわけですから、豪華なね、1989年生まれの転生プロ野球選手っていうのがピーマン高校にやってきてくれるかもしれない。それ以外にも天才選手っていうのもね、可能性としては、ゼロに近いですけども、入ってきてくれるかもしれませんので、なんでもええ、強ければね、新たな力を手に入れて、またピーマン高校を強くしていきましょう。さあ、今年は7人ですね、新入部員は。現在そこそこということもあり、こういう人数になりましたが、いや、いいでしょ、逆に、こっちの方がね、ラッキーセブンですから、神セブンな7人がやってきてくれるかもしれんぞ、期待できるね。で、都道府県設定をですね、再び変えていきたいと思います。マー君を手に入れるため、北海道に移ってきましたが、もう一度四国の、そして愛媛県に戻っていきたいと思います。甲子園優勝を果たすのは、まずはここでということを決めておりますのでね、再び愛媛に戻ります。そして、このそれ以外の部分は変えずに、新入部員7人がどんな選手たちなのかっていうのをね、早速チェックしていきましょう。転生プロ、天才選手はいるか、どうだ、オープン、ダダダン、来い。いや、待て待て待て、一人なんかいちゃってないですか。ねえ、見覚えがある人いませんかって感じなんですけど、これは来たかもしれない。まあ、落ち着きなさい、落ち着きなさい。一人一人確認していきます。ちょっとね、あの人に関しては最後に確認していきますのでね。まずは塚本というピッチャー。弱いですね。で、これ赤塚ですかね。赤塚ですか。二刀流プレイヤーではある。二刀流としてのセンスはそんななさそうですけど、ただこの V スラは武器になるでしょう。回復 A 持ちもいいね。伸び C も持っている。悪くないですよ。で、寺田。おー、対左に強かったりしますからね。特殊能力いいもの持ってるんで、こいつもなかなか強いと言ってもいいんじゃない。で、西田。まあ、お前は、で、奥田ですかね。内気の選手。お前も、ええわ。で、小出。こいつも対左に強かったり逆境丸持ってたりしますからね。初期からいい特殊能力持ってる選手っていうのは魅力的で育てがいもありますからね。そして、一番気になるのはこの男の存在。お前はあの転生プロなのか、どうだ。はい、間違いないですね。転生プロ中田翔来たー、オッケー。2年連続我が校に転生プロがやってくるという神的な展開になりましたよ。いいね。過去の日本の4番、いや、もしかしたら現在の日本の4番かもしれない。やはり筒香では違う。中田翔がやっぱ日本の4番を背負ってると思うんでね。そんな日本の4番バッターがピーマン高校にやってきてくれたわけだ。2017年シーズンの中田ならばここまでの能力はなかったんですけど、2018年は結果を残しパープルでも再び能力が上がりましたので、その影響もあってかもう初期から特殊能力がやばい。チャンス B、プルヒッター、流し打ち、初球丸、レーザービーム、ダメ押し、併殺ということでね、それはいらんけどね。で、やっぱパワーの選手ですから、パワーも初期からあって弾道も4ですからね。育てがいもあるし、なんならもう1年目から出られますからね。ほんで中田といえば甲子園での実績もある。こんな選手がうちにやってきたら、間違いなく甲子園出場して優勝できますよね。で、前剣もいる。やばいかもしれない。過去ピーマン高校にこのレベルの転生野球選手たちがいたことっていうのがないのでね、前剣と中田。やばい二人が揃ったので、もう2005年、そして2006年、楽しい、本当に楽しい栄冠ナインになるでしょう。間違いない。今年のこの7人、中田翔を含めてですね、大当たりな1年と言ってもいいんじゃないでしょうか。育成方針ね、どれか一つ選んでください。どれにしようか。やっぱね、前剣じゃない、中田翔が加わったんで、打力重視で、やっていこうかな、とりあえずは。打ってなんぼなんでね。前剣以外のピッチャーっていうのもほとんど育てる必要がないのでね。もうとにかく打てるチームを作らないとね。あ、で、特訓パネルも早速見えてな。あれは取っていかないと、踏んでいかないと。あ、これ中田も前剣もいないんじゃないかな。残念ですね。どうしようかな。今の3年生には別につけるつもりはないというか、いらないと思うんで、これはね、住吉というね、これ今ピッチャーですね。になんかつけていこうかな。たくさん特殊能力持ってますけど。何がいいだろう。中継ぎピッチャーですからね。緊急登板とかどうだ。あと、奪三振とかつけばいいですけどね。対左に強くなるのもよしだし。対左ちょっとやってみようかな。頑張れ。
よーし、いいねいいねいいね。特訓パネルはもう年間限られてるからね、10個もないわけですから、一つ一つ無駄にできないの。ほんで中田翔吾いきなり16歳になる。16歳の見た目ちゃうけどね、ヒゲ蓄えててね、絶対あかんわ。絶対叩かれるよ、高野連とかからね、ヒゲそれ。まず高校のそのルールを破ってるもんね。どんなな、おっさんがお前いいんじゃねえかよ、怖えな。おー、でもまた特訓パネル、運がいいね。続くはもう中田翔入ってきただけでも俺の運ほとんど使ったようなもんなんだけどね。さらにまたなんかいろいろといいことが続くんですけど、ダンベルで一気に5パネル進んで特訓パネルを組んでね。あー、で早くも5月か、早い。もうなんなの、中田が入ってきたからウキウキワクワクしてんのか、時の流れがめちゃくちゃ早く感じるね。今マイケンはですね、変化球を磨いてるんですけども、あ、まあいい感じになってますね。まあいろいろとまだまだ磨いて強くならなきゃダメなピッチャーですから、まだまだ完成してないピッチャーですよ。で中田翔にね指示を出していきたいんですけど、まあ、これもう1年目からやっぱ即戦力で使っていきたいんでね、自慢のパワーの部分をいきなりですけども上げていく、うん、パワーだけの選手にしてしまうつもりはないよ。ミートもある中田っていうのを作っていこうと思うんですけど、とりあえずまあここから夏までにかけてはパワーで、それ以外の選手の練習指示はこんな感じで OK でしょう。みんな強くなれよ。まあ確か中田だったりマイケンだったりにピックアップしてますけど、みんなが強くなれば当然チームのね全体の底上げができるわけですから、みんな強いチームっていうのを作りたいな。ダルビッシュの時とは違ってね、あの時はもうダルビッシュだけが強かったって感じですから、それ以外の選手はねそんな注目されてなかったんですけど、みんな強かったらみんな注目されますからね。そして5月最初の特訓パネル早速踏みましたよ。あ、マイケンがいますね。中田もいませんが、まあまあまあ、中田はいいでしょ。とりあえず、マイケンですね。さらなる強化を図っていきたいんで。あ、マイケンやっぱ奪三振持ってないですからね。ちょっとその辺の特殊能力つけたいが。ないのか。だとしたらですね、やっぱタイピンチに強くなることによって失点もしなくなると思うんで。はい、タイピンチプラス1。で、特殊能力を得ていこう。今、タイピンチ D ですけどね。はい、さすがマイケン。もう、褒めることもしなくていいと思うわ。このレベルになったらね。つくのが当然で、つかなきゃダメでしょっていうレベルですからね。おい、でまた OB が大量に出てきたが、やっぱどこ行こうかな。これやっぱね、あの本屋 OB が大量にいる真ん中ですね。真ん中ルート行って、そして力くれ、なんかくれ、いいものくれ。あ、その先にも大量に OB いるね。あ、真ん中選んで正解でしたわ。さあ何くれる。たまには金徳の本とか低確率でくれてもええんちゃう。まだ一回ももらったことないけどな、お前らから。まあ、時たまもらえることがあるらしいんですけどね、調べてみると。こいつらからではないですけどもね、卒業していた選手たちから、卒業生からもらえたりする場合もあるんで、ただ俺は一度もないけどね。なんで俺ないねんやろ。まあ、先の話に戻りますけど、ダルビッシュがうちに来なかったりね。俺がいるからなのかな。あんまりなんか、卒業していた生徒たちに好かれてないわ。今いる生徒たちともそんななんか好かれてないような気がするね。若干嫌われてる印象がありますけど、早くも6月をペチャクチャ喋ってたら時はすぐさま過ぎてくね。でまたもうそろそろ、夏の戦いのね、抽選会が行われますので、去年みたいになんか強いチームが来なければいいけどね。いや来てほしくないですよ、そなた積むんで。まあ愛媛は参加校数は普通ですからね、そこまで強いチームっていうのも過去そんな当たったことはないんですけど、まあ、それはね、俺の運がどう働くかだね。悪い方向に働けば、初戦から前評判 A みたいな最強高校と戦うことになるぞ。はい、やっぱり来ましたね。6月の27日。本日夏の県大会の組み合わせ抽選会が行われて、初戦の相手はなんだ、奥州工業高校。まあ、名前的には強くなさそうですが。前評判は良かった、神に感謝。秋の県大会のようにいきなり A とか来なかったね。やっぱあれは北海道だったからっていうのもあるんですよ。あそこ結構参加校多かったんでね、それも影響はあった。しかし愛媛に戻ってきたことによってですね、まあ、とりあえず初戦は突破できるレベルの難易度じゃないでしょうかね。相手を考えればとか見下すなって、負けてきたんやで、ね、それで過去ね、栄冠ナインだけやない、ペナントにしろマイライフにしろ全部見下した相手に抑えられたりね、打ち取られたりしたりから、もうやめようぜその俺の悪い癖。すぐ人を見下そうとする、人の上に立とうとする、マウント取ろうとする、本当に心の底から腐ってるんでしょうね俺の性根というのはね。見下しません、もう リスペクトです。弱いけどリスペクトや、お前ら弱いけどリスペクトしたるわっていう、
それの発言こそがまさに見下してるじゃないですか。まあまあ本当リスペクトしながら倒せるようにね、次回戦っていきたいと思います。夏の県大会次回の動画でプレイする予定なのでお楽しみに。じゃあ最後にですねオーダーを作って終了していきたいと思いますのでね、夏の大会はどういうオーダーでいくか。先発に関してはもう前剣ですね。やっぱり一番能力があって信頼度もありますから、もう2年ですけれども2年の前剣をこのチームのエースにして、使っていきたいと思います。まあでもね3年生のピッチャーというのもしっかりと育ててますので、前剣がちょっと苦しいようであればすぐにね3年もしくは2年の投手だったりに任せましょう。で打線に関しては1番バッターを足の速いやつを置きたいんだけどね。あーこのいいのとかいいですね。ミート力もあるんで盗塁系の特殊能力もついている。レフトのいいのを1番で、2番はとりあえずこの上竹という選手でいいかな。つなぎの2番としてね、ミート能力も高いですから、あと広角打法をお持ちですからね、まあ市民球場だと一発も十分打てる選手じゃないかな。この選手にして3番に熊谷かな。あーそうしましょう。今育ててるキャッチャー前剣の女房役で、4番に玉井、あでもねどうしよう、中田スタメンで使おうかな。一塁と外野守れるんですけど、中田はまあ一塁がメインポジションですね。ちょっとやっぱ中田に関しては1年目はとりあえずはスタメンでは使わず、まあその時の状況にもよりますけど、当初のスターティングラインナップには入れず、ここはまあこれまで育ててきた玉井、左にも強かったりしますし、広角打法持ちですからね、中田よりもこっちを優先した方がいいんじゃないでしょうかね。よし完成ですね。これで、この夏の戦いを迎えていきたいと思いますのでね、まあそこそこに強い現在のチーム戦力で見ていくと C ランク、意外性に特化してますけどね。ただ意外性あふれるチームというのは何を起こすかもちろんわからないわけですから、この意外性を存分に生かし最高の夏にしていけれるように次回プレイしていくのでお楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、また会おう。